ぶっぱ食らった。回復してなかったとかそういう問題じゃないよね、多分。30食らった。30点。ユースコやユースコよみんなこれ食らってた。だってぶっ放しがあるんだ。え、これアイテムこれちゃんと敵の体力は回復しとるんかね。それはしてんじゃないですか。もうちょっと強い武器ないの。悔しい。いやてかね、レベルがね2になってからだわ。これ1で倒すのはただ時間かかるだけだもんこれ。いやいや寝る。俺はもう寝る。配信さんもあるしどっか行ったけど寝る。ムカついたなあ。何をいろいろ作っとったなんか出た。もうちょいでクリアだって。普通にストーリーやってりゃもうクリアなんじゃね。へえー、普通にストーリーやってりゃね。はっ、え、なにお前ドラゴンに行く気いますか。うん、どこにいたっけ。マップどうやって見るの。マップはオプション。オプション。何の音。オプションってどこ。オプションだって書いとるやん。オプションってこれか。どこだっけ。あれ、いや違う違う、右上でしょ。右上。それなんか地図見れる範囲限られとる。右上。半径何メートルとかしたらいいね。敵取ってくれ草地、俺の敵を取ってくれ。あれ、ここじゃなくてこっちだっけ。そっちじゃね。まあ、とりあえず登ってからの話。薬草が全然ないよ。薬草？登れん。ダメって言われる。何その連打。いけるわけがね。これ行くのも大変やな。難しいやろ。ちょっとマインクラフトとは違うからね。その足場置く感覚が。そうだね。ちょっと違うから。ちょっと制限あるから。ちょっとある。うん。視点を変えないっていう。あれ？毒ばっかなんだけど。こっち？いやいや、左じゃね。あっち越えたとこじゃない。あれか。危ない。ドラゴン無理だよ。でもね、レベル上げてからくればよかったんじゃない？ね。間違いないな。戻ろう。もう来ちゃった。いや、まだ引き返せる。試してみたかったんや。何を？私も頑張れるか。分かった。全然やな。危ない危ない。さすがにフィールドあのまんまだよね。フィールド戻されてアイテムは地下に眠ってますとかだったらマジ悶絶なんだけど。確かに。ああ、もうそのままです。そのままです。いや、もうあそこにもうあるじゃん。見えるじゃんというか、そこからドラゴンボールの戦いの跡が、戦いのなんかカメハメハみたいな跡。これ死なない？死な今だ。3段3段3段以上なんやけど大丈夫これ？あ、いけた。それ3段でしょ。意外といけるな。鳥でくぐろう。ほら、死闘の跡があるでしょ。リソース1個しかないよ。ここで寝るっていうね。あ、いっぱい落ちてる。よし。なんか食らうってそう。いや、ちょ回復する気なし。間違えた。絶望。秘宝、はい、ドラゴンの体力マックス。回復した。秘宝。無理だって。てか2時間ぐらいかかるでこれ。お、いける。いや、あ、これか。ほら、急に向き変えられてきついだろ。てか狭いから。ないよ。キメラの翼使って帰ろう。ああ。この。左。左のそう、あれ。丸いのって傷薬じゃないもん。じゃない。もうキメラの翼使おう。いけないから。お前体力あともう一発も食らずいける？いや、きつい。言っとくけど体力1割ぐらいまで頑張って減らして死んだ時の衝撃やばいからね。そのね、いや、回る前はいっぱい殴れるから、いっぱい殴った方がいい。回る前はほら、あば遠い。次回るからいっぱい殴れるよ。23ちょもっと殴れるから。分かった。7発ぐらい殴れる。痛っ。あ、なんか回った後あかんな。だから回った時ダメだよ。あー、もう暗い。そこ7発いこう。逃げてるだけじゃねえ。そこ振り向くよ。次7発いこう。1234567。はい。おお。そう、もう23発だね。次はちなみに回転30減るからね。何？行こう、そこ。1234567。ちょ、キメラの翼。帰りましょう。これもさ、傷薬作りに行ったらこれいけるわ。え？なんで？はい、押さんかった。頭を強くぶつけた。は？長に当たったそういうことあ、ブロックがあったら帰れへんのや。そうなん、そういうもんなんアイテム使って死んだだけ、悲しい。でアイテムいっぱい落としただけ、悲しい。ドラクエ名物、原作通りだって。よくできてますね、すごいこれぞ墓穴を掘った形やね。セーブしておきます。はい、いや面白いなこれ、ね、だいぶいいんじゃないですか。ちょっと夢中になってなんだかんだもうに俺1時間で終わるつもりだったんですけど、配信な2時間、何分やったら2時間ちょい、2時間半もう2時間20分やってる。これでも体験版過去体験版です。かなり良かったです。体験版でここに街をもう作るっていう。これ早くさ街のレベル上げれないの。いろいろクエストを越して上がるでしょ。早く越してそれを言ってたのにドラゴンを倒すっていう。早くドラゴン倒して寝な、すっきりせえへん。ドラゴン倒して寝るちょっと待って、なんか恐ろしいこと言ってない？俺も今締めの挨拶を考えてたぐらい。あ、本当？終わる？今日終わる？今日というかとりあえず寝る？何時？今2時半。セーブデータってこれ製品版に引き継げるんかな。引き継げないでしょ。引き継げないのかな。継げないでしょ。だから製品版買うんだったら無駄ですよ。確かにそうやな製品版買えばっていう話ですよ。でしょ？まあそうなんですけど、製品版おいくら万円ですか？8000円、8200円、8500円。知る定価？知る。ハーチョつぼみで花咲いただけなんだけど食おうと思ったら。製品版なら石も壊せるんだって。このゲームは課金要素ないしどうなんだろう。でもさ、こういうパッケージが8000円とかするとムムってなるかもしれんけど、うん、なんで10連ガチャ5000円とかでも。いや俺10連ガチャ5000円でもムムってするけど。いやまあするけどするけど回すやん。終了。終了。終了ですか。まあ私も全然10連回さんけど、スーファミのソフトとか1万円ぐらいしましたよね。ファミコンのソフトちょっと覚えてないな。私が記憶にあるのがスーファミのソフトが9800円とか1万円ぐらいだった気がする。あ、これじゃないですか。本日はお時間なんで。そうっすねいやー面白かったね。FF とかクロントリガーは高かったよ。高いよね。1万1400円とかして。あ、もっとしたんだ。なんか9800円。いや9800円はスーファミだったら安いよ。あ、そうなんだ。安い。基本的に RPG とか1万超えだったから。あこれ体験版です。体験版は遊び尽くしてます。焚き火、あ、焚き火作って料理用焚き火。すごいとこにいるなあいつめっちゃ上から見られると。料理用焚き火を置いて、そこにキノコぶち込めばいいんじゃない？そうな。そうでしょ。置こう置こう。どれ？左から2番目。それ置いて。結構大きいな。外に。じゃそこ。あ、作れる。ほら。焼きキノコできた。てか家の中じゃね？置くの。外でキャンプしよう。家の中に置かないと経験値入らない気がする。嘘。壊す。多分家の中に置いた方が、アイテムいっぱい。こう、満腹度減っとるから。左から2番。おお、20%。おお。危ない。怖そうやった。これ。あ、出た。それやっぱりなんでハマるんだろうね。いろいろ要因があるんですよ、ゲーム。面白いわ。グラフィックとか音楽とかもやっぱり重要なんですよ。作業が好きだ。BGM ずる。めっちゃ喋るやん。めっちゃ語るやん。こんなもんや。いや、終わるよ。いつもね、終わるって言ってから長いから。終わる今回はサクッと終わります。まあちなみに結構前から終わるって言ってるんで、もうすでに長いんですけど。まあ言うてゲームやってたんでね。はい。まあといった感じで、はい。ちょっと枠的には中途半端な時間ですが、この辺で、まあ製品版もね、もしかしたら買うかもしれないので、買ったらまたチョコさんが街を作ってくれるらしいんで。といったところで、もうちょうど15分やわ残り。はい。ちょうど15分の意味はよくわかんない。いやもう残り少なかったっていう感じで、はい。そんなわけで、今日はこの辺で終わりましょう。寝ましょう。長時間ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。ではまた、おやすみなさい。またお疲れ様です。あとはあれだ、私台湾ゲームショーに、台北ゲームショーですね、台湾で行われる台北ゲームショーに今週末なので、東海議はね、まあ日本の強豪、まあ主にトパンガ組とかは東海議で歴史とかをやったりするんですが、自分がその時ちょうど台北ゲームショーなので、まあ台北ゲームショーの方で配信とかあったりするのかな、あるはずやで、多分ありますよね。なので、まあその東海議もそうですけど、そちらもね、私出ますので、ご視聴お願いしますと、はい。言ったところで、今週はそんな感じですかね、予定としては。そうですね。特に台北行くくらいですかね。台北ゲームショーはね、土曜っすね。あ、そうか。東海議の人違います。なので、東海議が31日ですよね。31日日曜日なんですが、台北ゲームショーは30日土曜日です。台湾なんで時差ないですよね。1時間ぐらいしかないよね。なので、まあ、日付的には30日土曜日。なので、東海議の駅史とかとは被ってないのかな。日にち的には被ってないんで。なんで俺、あれですね、ダッシュで行けば東海議間に合うな、行けるっちゃ行ける。こっちに一応ね、日曜日に戻ってくるっけ、帰国は31日なんで、だからいやきついよ、しかも成田じゃないよね、羽田だね、成田だったらメッセはまあ行けるけど、羽田だからちょっときついですね、どちらにしろ。はい、まあという感じで、そちらの方も配信ありますので、よろしくお願いします。お願いします。今日のトパンガ TV もありがとうございました。ご視聴。はい、ありがとうございました。といった感じで、夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。お疲れ様です。おやすみなさい。お。